はい、どうも。夏の彼方、続きをプレイしていきたいと思います。ですね、2022年8月、18日、夏の彼方フルリリースということで、おめでとうございます。やった。ですね、まあ、久しぶりですね、夏の彼方は。ライブ配信で一応、まあ、アーカイブ残ってると思うんですけど、その体験版というか、フルリリースされる前のやつは、まあ、最後まで一応ストーリーはやったということで。そして今回、バージョン、見えるかな、こう。バージョン1.01。フルリリースということで、まあ、ストーリーのね、続きをやっていこうと思います。はい。いや、久しぶりだね、夏の彼方。正直、まあ、割と忘れてる部分はあるはず。だけど、まあ、やってれば思い出すかな。って感じですかね。まあ、でも人は覚えてるんで。茜さんいたね、お姉さんだね、一番最初に出会った人。これは賞金問題で進むことはできません。エピソード4の5、さよなら。これが、まあ、その体験版の、まあ、最後のストーリーですね。宇宙人は自分自身だった。話してるこの声が、誰かの体を狂わせているかもしれない。あるいは勘違いで何か別の理由があるのかもしれない。本当のところは何もわからない。だからでも、もう二度と会えない彼女とさよならをした。ということで、まあ、アーカイブ見てもらえればわかると思うんですけど、まあ、世界が、まあ、ちょっとゾンビっぽいあれで感染しちゃってて、みたいな。では、まあ、はい、とりあえず。キャラクターエピソード、アカネ1、探しているものということでやっていきたいと思います。再会した彼女は今にも、何かを探しているらしかった。何を探しているのか聞いてもはぐらかされてしまう。そこで引き下がってしまうのは、彼女ならきっと何か考えがあるのだろうと信じているから。何のために一人になって何を探しているのか、いつか知ることができるだろうか。探し物を見つけると。じゃあやっていきますか。エピソード進行条件。探索でエピソード進行アイテム一つの人。まあ、そうだね。これは大丈夫だ。よし、じゃあ。茜を見つけるだから、まあ、普通に、バランス作派遣で茜を見つける。まあ、これ合流したってことですね。着いた、着いた。あ、お久しぶりです、夏野さん。久しぶりだね、相当。1件目、バラの柵、ハイソンだね。確かね、このモードが2つぐらいあって、一番最初に説明すればよかったんだけど、まあ、普通のこの探索モードもできるモードと、まあ、その探索モードは省いて、まあ、ストーリーだけを見れるっていうモードもあるので、まあ、サクサクっとストーリーだけ見たいよっていう人は、まあ、そっちのモードを選ぶといいかもしれないですね。街は狭くないのに、どうしてか誰もいないのか一目でわかる。風と雨と鳥たちだけが今も変わらずに訪れている。さて、何かいいものあるかな。細い路地。あ、そうだね、そう。これ選択していくんだよ。そんなだったわ。でも、さよならをしたってさ、言ってたじゃん。言ってたってか、まあ、さよならしたんですよ、最終的に。まあ、その体験版の最後の方で。でも今一緒にいるってことは、これ、どういう感じなんだろうな。時系列としてはちょっと前。今、そこにいるけど。あ、ごめんなさい。すぐ先に踊りが見えた。踊り。踊りがあるわね、そっちに行こうと。ほらほら行こうよ。なものが投げ込まれている。これで、まあ、選択して話すと、ここを調べてくれるっていう感じですね。埋めた後、見つけた。埋めた後を調べてみる。そう、感染者だ、そう、感染者。まあ、ゾンビみたいなやつらだよね。これ、何持ってんだ？あれ、特徴とかあるな。能天気。どんなことでも気にしない、防御力が上昇する。こんなのあったっけ？誰かおしゃべりするのが好き、何でもないことも報告したり相談したりしてしまう。探索してる間に意見を求めていることが多くなる。ああ、ちょっとかわいいな。近寄っていく。あ、これあれか。こっちが銃持ってるのか。あ、そっかそっか。オッケー。置いた感染者。
まあ、彼女はね、まあ、銃の腕はマジで抜群なんで、100発100中なんで、センスの塊なんで、まあ、銃がある限りは大丈夫だけど、弾があと1発しかないと。多いな、にしても。大通り来た。店舗、じゃあ店舗見てもらって、行く先、まあ、庭かな？何もない。あれ？なんか全然、あ、いいね、いいね。タックスが溜まってケース。なんか全然物がないね。具材を見つけた。人が入ったのか、それとも獣がやってきたのか。ウッドデッキも、花の枯れたプランター。何もない。誰かの研究ノート。これは重要そうですね。卵。いいね。これは食料ですね。卵。いや、でも拾った卵か。この世界ではちょっと怖いな。だいぶ日が経ってそうだし。照明写真機。とりあえず荷物がいっぱいになるまでは、なんか持って帰りたいけど。エンジンが抜き取られ、魂を抜かれたようで息苦しくなる。こういうね、文章めちゃくちゃいいんですよね、このゲーム。鉄くず。中を覗いてみように気にはなれなかった。鎮痛剤の瓶。あ、これ新しいアイテムかな？動物くらいいても良さそうなのに、あっちの方が安そう。置いた感染者、逃げるのは無理っぽい。あ、待ってこれ。あ、オッケーオッケー。ラスト一発だね、それ。いや、これちょっときついね。大丈夫？オッケー、ナイス。ナイス。行こうか。お腹空いてきた。ちょっとあれだな。帰ろうか、一回。ちょっと装備を整えるの忘れてましたね。それでさ、何してたの？ん？何って？一人でいる間。何か理由があって出て行ったんでしょ？気になる？え、まあ、そりゃ、区切りますね。一人でいる間っていうか、実は一人じゃなかったんだよね。ん？誰かと一緒だったの？その人を探しに行ってたとか、そういう意味じゃないとか。あ、プレイヤーのこと言ってる、もしかして。いや、そうじゃないけど、旅先で偶然出会って、ちょっと一緒にいただけ。ああ、そういう感じか。あ、そういう子いたよね。あのさ、俺覚えてるわ。なんか、めちゃくちゃいい T シャツ着てた女の子。ツインテールと女の子。まあ、写真拾った写真の場所を、こう歩いて回ってる子。ね、見ず知らずの人と、そうだよ。夏野さんだってそうじゃん。まあ、確かに、人のこと言えないですね。そうかも。じゃあその人は？どこかで別れたの？まあ、そうかな。別にずっと一緒にするもいじめもなかったし。夏野ちゃんと会うちょっと前にね。いろいろあって。喧嘩別れですか？じゃあ結局何してたの？いや、でもそういうわけではないか。いろいろあってっていうのはちょっと気になるね。また探し物？探し物ね。まあそんな感じかな。そんな感じって。夏野ちゃんはさ、BGM 止まったな。うん。夏野ちゃんはどうしてこうやって一人旅をしてるわけ？今、あかねさんと一緒だよ。まあ、そういう意味ではないでしょ。確かこれなんだっけな。両親とはぐれちゃったんだっけ。一人じゃない。まあそうなんだけどさ。私がいなかった間、どんな感じだった？どんな感じ？どういう意味？別に普通だよ。食べ物とか道具とかその辺の街で見つけないと。生きていけないし、どうしてとか、どんな感じって言われても。そうだよね。ごめん。あー、でも、自給自足とか、できればいいのかなって思ったりしたかも。ん？本当にどういうこと？農業っていうか、自分で食べるものを自分で育てられたら。あー、そしたら、まあ、そういう生活、この、
だいぶ荒れ果てた世界で自給自足で生活するのもいいかなっていう意味かな。夏のちゃんって、ほんとたくましいよね。確かに、それはそう思います。柔道でも抜群だしな。勇気もあるし。羽さん？どうした？私も、夏のちゃんみたいに考えられたらいいなって、思うよ。どうしたんだ？物語を進める、探索してエピソード6つ。ああ、そうです。これは、若干チュートリアルっぽいのが入ってる。金。アイテムは金を見つける。アイテムは金って言うね。これはま、しまってたね。卵。これでいいでしょう。よし。じゃあ続き、行きましょう。探してるも、どんな感じだった？そう問いかける彼女が何を考えているのかわからない。夏野と、別々に過ごしていた間、一人ではなかったのだという。誰とどんな時間を過ごしていたのだろう。彼女が何も語らないことと、そのことは何か関係あるのだろうか。まあ、なんかちょっと、含みがあったような、何かあったような感じはしたよね。あ、OK、いいですよ。夏野ちゃんってさ、何？なんだかな？なんだそれ？はっきり質問するならしてくれよ。何？夏野ちゃんって、何を言っても微妙なリアクションしか返ってきそうにないしな。ディスってんのか？まあでもなんかちょっとそんな感じではあるよね。ちょっと脱力系というか、ダウナー系っていうんだっけ、こういうの。めっちゃ失礼。何？言ってよ、気になるじゃん。まあ、でも、彼女はね、やっぱ人思いっていうのはもうすでに体験版をプレイして分かってるので、ちゃんとね、熱い心を持ってる人だっていうことは。夏野ちゃんって、悩み事とかなさそうだよね。うわ、失礼だな、お前。あるだろ。マジで失礼なんですよ。マジで失礼なんですけど。そりゃ失礼だよ。誰にだって悩みの一つや二つあるって。メジャーの悩み事。あかねさんに、からかわれることとか、うまいですね。ほら、ないじゃん。いや、あるんだって、人に言えない悩みもあるんだよ。あかねさんは、何か悩んでるの？何やってんだろうって、ずっと思ってるよ。どういうこと？何やってるんだろうって、どういうこと？私はさ、超優秀だったわけ。ま、彼女は科学者。だったっていうのはおかしいかな。こうなる前は科学者だったらしいですね。勉強のスポーツもなんでも、あ、完璧だったんだ、じゃあ。さぞ、モテたでしょうね。容量がいいもんでね。なんだって一人上手くできちゃうわけ。まあでもそういう人いるよね。容量がいい人。俺は勉強もスポーツもダメですね。失敗したとか、うまくいかなかったとか。そういうのがよくわかんない。やって本気で思ってるくらい。あー、なるほど。じゃあ本当にあれなんだ。大抵のことはすぐできちゃうっていうか、その、やってるのを見たりとか、まあ、ちょっとした基礎的なことを、まあ、教えられたら、すぐできちゃう。そういう感じの人だったってことだね。優秀なんだけど、優秀なんだよ。まあ、でもそれ以上はいかないとか、そういうこと？できるけど、なんかそういうプロレベルとか、そういう子まではいけないみたいな。え、自慢。いいですね。こういうところいいよね、あかねさん。でもさ、世の中こんなになることを、こんなことになるのを、どうにもできなかったんだよね。いや、もうそれは気に負う必要はないでしょ。こんなこと言っちゃあれだけど、たった一人の人間にどうこうできる問題じゃないんじゃないかなって思うけどね。いろいろ聞いて調べて走り回って、でも結局何もできなかった。まあそれでまあちょっとした無力感を感じてるってわけか。もしかしたら、新しいにとって初めてのどうにもできなかったことかもしれないんだ。お、じゃあ成長の時ですね、これは。まあ、人は挫折をして成長するって言いますもんね。慣れろじゃないけど、まあその、なんだろう。ちょっと何もできないっていう挫折感にも
ある程度は体勢をつけていかないと。って言ったらどう思う？まあ、どう返すかっていう話になってくるけど、まあ、彼女自身多分、旗から聞いてたら、いや、自慢やんって感じだけど、まあ、彼女自身結構本気で悩んでるというか、思ってそうなんで、まあ、そういう感じで返すのはどうなんだろうって思いはするね。まあ、でも、若干自慢でしょ、それっていう気持ちが、まあ、ないわけではないでしょ。やっぱり。すごいって思う。そんなの？世の中のことっていうか、こんなに大変なことをそんな風に自分がどうにかできたかもって思うのって。うわぁ、そういう、あれね。確かにそうだね。まあ普通だったら、自分にどうこうできるとか、まあ、思わないだろうか。ここまですごい規模になってくると。例えば世界戦争が起きたとして、世界がめちゃくちゃになった時に、うわぁ、自分がどうにかしてればみたいな。思わないよね。それこそ本当にスーパーヒーローとかじゃないと。すごいよ。私はそんな風に思えないもん。身近なことだけど、でも他人、なんか他人事っていうか、自分にはどうしようもないことだって多分思ってる。全然わかんないけど、今初めてあかねさんのことを尊敬したかも。もっとあっただろ、尊敬するポイントは。まあ、それはそうなるよな、今かよ。見る目ないぞ、夏野くん。もっと尊敬したまえ。もう、そういうこと言うから、まあ、尊敬できないんだぞ、と。まあ、でもちゃんと、そうは言いつつも、ちゃんと尊敬はしてるでしょ。まあ、なんだかんだ、あかねさん大人だからね。ん？そうだけどね。え？何か？本当にすごいなって思った。あ、さっきの、あれが挫折したことないです的なエピソードが。おい、嘘だろ、お前。いや、嘘だけどね、もう嘘っぽいけどな。どうなんだろう。いや、嘘。いや、俺は嘘だね、は嘘っぽいけどね。いや、でもなんだろう。そんなパーフェクト人間には、まあ、若干見えないといえば、そう、スポーツちょっとできなさそうだしな。まあ、でもちょっとは、本当でしょ？ああ、あれかな。まあ、本当に、スポーツ万能、成績優秀で、で、この世界、こんな世界になったことに対して、まあ、ちょっとした、無力感を感じてなくはないっていう感じか。そんな落ち込むほど感じてるわけじゃないけど、まあ、若干感じてますよ。っていう感じね。だからさ、私何やってるんだろうって、今思っちゃうんだ。まあ、こういう状況を打開するために何か、しなきゃっていう思いが強いんでしょう。すごいな。